装でブレイク直前まで行っているタイガさんのお家を鑑定したいと思います。おう！で、見てる人もこれそれを学べば運気上がりますか？上がります。本当ですか？はい、やって5日後には運気が上がると思いますので。5日後？はい、遅くても。え、5日で上がるんですか？上がります。ですね、仮装とか、まあ、風水って言い方もするんですけども、はい、基本の取り方がありまして、はい、まあ、理論っていう取り方なんですけども、一個の部屋をお城の中っていうふうに考えるんですよ。つまり、はいはい、お城、はい、部屋に入る入り口は、はい、お城にとってお城の門になります。はい、お城をずっと突き当たりまで行くと、はい、お城って誰が奥にドーンって座ってると思います？殿様。そうそうそう、はい、各部屋には一人、はい、お殿様がいるって覚えてます、はい、で、この部屋を2等分に割ります。で、入り口から見てこの手前半分が方角に関係なしに下座、半分の力が上座になります。上座というのは集中力が上がったり、はい、やる気も出たり、はい、まあ、仕事運も上がったり、うん、何事も落ち着く場所、はい、で、下座は上座の正反対の意味になります、うん、まあ、落ち着くの反対は落ち着かない、はい、まあ、上座の部分なんですけど、はい、上座に物が置いてあると、はい、落ち着くスペースなので、はい、物が落ち着くと触らないってことなんです。あ、なので使ってないよってわかるんです。あー、 CD 確かにこれでないね。落ち着かない薬ってことは、まあ、意外と飲むんでしょうね。なので本人が普段から奥で生活しないといけないんですよ。で、上座でもより奥の場所、ここで生活しないといけないので、はい、ここに座ることなんです。あーはーはー。ここに座るためにはここにテレビを持っていきたいんですよ。あ、こっちですか？はい、塞いで。え、クローゼット塞いじゃってです。でもここ開けられなくなる。片方は開けれますけど、はい、まあ、それが本当に一番いい。あ、部屋の入り口の幅の突き当たりは、はい、物を置くと人は何でも興味が出る場所なんです、はい、僕はあの昔ある家庭に子供さんの部屋のこういう入り口の突き当たりに本棚を置かせてもらって、はい、まあ、ブラックジャックのアニメなんですけど、はい、そのアニメだけ置かせてもらったら、はい、医者になった子供が8割へ、っていうふうにも誘導できちゃうんですよ、この場所で。お医者さんに。ただあと机を奥に置かなければいけないです。じゃあそこに本棚を置いて、ここに机、ここで勉強させる。はあ、なるほど、ね、でもここ王様の位置じゃないですか？はい、なのでここで勉強させる。ああ、なるほど、奥の方がいい。あ、はいはい、あ、なのでもうここに座ってほしいんです。なるほど、なるほど。あの、勉強の方もよく受験に失敗する方とか、はい、勉強が不得意な方っていうのはやっぱり、はい、机の配置を見ると真ん中とか、まあ、手前にあったりします。俺も実家はそうだったな。っていうことは勉強してなかった。勉強全然してなかったです。できなかったし、うわ、確かにドア開けてすぐのところに勉強机やって全然やんなかったですね。まあ、あの東大生の、まあ、合格した人、まあ、お家とか見ますと、まあ、大体が机奥にあって、でそこであまり勉強しない方、うん、急に東大を目指した方っていうのは入り口の突き当たりに本が置いてあります、うん、勉強の。やっぱここなんだ。